シエン、ソーマ、バウ、テルトくん、せーの、ナイトエーッ、やっほー。ということで、ナイトエー日本武道館ワンマンライブオフィシャルグッズ紹介企画ー、来た。8月2日金曜日に行われる我々の日本武道館ライブのオフィシャルグッズ紹介企画でございます。熱いね、皆さん見てください。今回もね、伝説のアイテムめちゃめちゃ揃ってます。やばい、すごいよね。事前通販だけじゃなくてね、会場での当日販売もあります。現地じゃあ最初の紹介者、シンよろしく。ということで、まずは定番いきますか。ランダム缶バッジ、つけてる、早い、ずるくないこれ。寝て起きたらね、もうついてた。これもね、手につけちゃった今。痛すぎるの、それは。痛すぎるの。だいぶ騎士服と、そして私服バージョンのビジュアルが全部ラインナップされた、なんと今回豪華な全20種類展開でお届けしております。やばー。メンバーの 4×4 の、16種類と、そしてそれぞれのシークレットが入った全20種類、真っ黒にハテナって書かれたやつ、4つあります。急にコスパいいじゃん、ちょっと誰でも出せるよ、4つ。すごくない、あれだけすぐ作れました。本当にあります。本当はスペシャルなやつもあるからね、惑わされないでね。そしてね、当然今回も書きます、僕たち。あら、メンバーの直筆サインの当たり付きでございます。書けます頑張って書くぞ、ね、すごいね。会場販売、お話してくれてましたけど、なんと会場販売限定の、豪華企画、今回会場でご購入していただいた方に楽屋招待缶バッジというものがあります。何それ。なんとライブ終演後の俺たちの楽屋に特別招待しちゃいます。すごいよ、カモンカモン、マジすごいね、すごいね。来ちゃうのか、リスナーの子たちが。嬉しいんじゃない、ね、ということで、まずはランダム缶バッジでした。イエーイ。こちらは会場販売限定の特典になってます、ということでね、通販のものでは入らないから、そこだけ注意していただいて。そうね。さあ、ということでですね、続いての定番グッズはこちらでございます。見てください。なんだシュイーン、出し方、シュイーン、なんとメタルカのコレクション出ます。やった、騎士服と私服美女の20種類展開でございます。20、やばいね、えぐいよ。騎士服美女はですね、メタル感が透けて魔法陣が光って見えるようなデザインになっております。すげー、いいね。さあ、そしてですね、私服美女はですね、集合だけで手に入ることができる、なんとサングラスバージョンにも注目していただきたいです。かわいい、見えてますか皆さん、超かっこいいんですよ。いいよね、大爆発、爆イケしてる、爆イケバウイケしてるね。シックビジュのメタルカード、皆さん20種類コレクションしてみてください。よろしくお願いします。よろしくー。そしてなんとこちらもですね、メンバーの直筆サイン当たり付きでございます。嬉しい、みんなでカキカキしましょう。とくん、できんの、お、これはランダムハート見識紙でーす。かわいい、大好評のランダム見識紙がなんとハート型にリニューアルということで、すごくない、これちょっとみんな持ってよ。いいね、騎士服美女の等身×ミニキャラがラインナップということで、やばくない、かわいいね。毎回喜ばれている色紙ですが、今回ハード型ということで、すごいこれ、かわいい、めっちゃ、ね、なんとこちらも俺たち書いちゃいます。何をサイン付きでーす。メンバー直筆サインの当たり付きがあるので、ぜひぜひみんな当ててみてね。よろしく、よろしくお願いします。よろしくね。
はい、ということで続いて僕が紹介するのはじゃん、ランダムダイカットクリアカードでーす。イエーイ、何これ何これ、いい最高、マジ最高、マジ最高、これやばいよ、やばいよこれ本当に、これ買え、これ買え、これね、2024年ニューイヤーグッズで登場したクリアカードがなんとね、ダイカットにレベルアップしております。おーマジマジ本当にかっこいい、これダイカット、ソロでプリントされた絵柄は、うん、なんとサングラスがかかっております。見て見て、やばい、集まろう集まろう、集まる、集まって集まって、すごいおろしい、バクイケでございます。どうもそうもです、どうもデルトです。おかしいだろ。集合バージョンは、うん、じゃんじゃん、サングラスをしていないビジュアルが手に入ります。ねえ、だっけ、もう特別感満載やん、こだわり、マジ可愛いんだけど、こんなにこだわってるとこねえだろ、素晴らしいや。いやね、これもね、ぜひ両方みんなゲットしてね、はい、よろしくよろしくね。これもさ、実を言うとさ、メンバー直筆サインの当たり付きです。イエーイ、そんなサービスしちゃっていいの、めっちゃ書くじゃん、書きまくりやん、書くことなかったら許せない、許せないね、本当にね、めっちゃいいからね、これ買え、ランダムフォトカードです。イエーイ、おお、これはなんとね、大人気の俺たちの実写のフォトカードが今回久々に帰ってくるんですが、なるほど、しかもね、まあ俺たちの記念記念のめっちゃイケてるソロ4種類、そしてね、衣装絡んで可愛かったりエッチだったりもしちゃう、そんなおかしいだろ、ペアショット6種類で構成された22枚展開になっております。すごい、めっちゃ多いな、展開すごいね、ただね、多分あっち側もね、あるけど多分ぼかされてるの、あー確かにね、そうだね、まあまあ、そう、見てもらいたい、見せるわけにいかないから、うん、色しかわかんないもん、ちょっと俺裏側だけずっと映してるの、うんうんうん、つまんないよ、うん、もう1枚見せようや、あら、いいよ、もうこっから、おお、いっちゃうこれ、シャッフルして1枚置こうよ、まあまあまあ、誰がいくかわかんないけど、じゃあちょっと出るね、本気出すね、行くよ、誰だ誰だ、気持ち悪くて、ドローこちらです。おっとー、やばい、ツーショット、ソマバウのツーショット、こんなんなってんの、いや、これいいよ、これこれ、しかも、見てこの下、うわ、めっちゃいい、かっこいいじゃん、超かっけーじゃん、これ当てたな、すごいな、いまあ、決めたな、これやったね、ゆー、俺たちの直筆サインの当たり付きがあるので、うん、ぜひともね、実物で確かめてくれよな、よろしく、お願いします。日本といえばこれですよ、日本といえば、日本といえばこちらでございます、みんな出してください、アクリルキーホルダーでございます。イエーイ、いや、あの実はですね、はい、このアク系なんですけど、うんうん、結構ね、俺たちもね、あのツアーとかも終わったじゃん、うん、ね、ライブとかやってるんだけど、うん、でもね、リスナーさんの中でもね、なんかね、紙につけてくれる子たちもいてね、はい、ありがとうございます、みんなね、見てるよ、ちゃんとね、わかる、めっちゃ可愛いよ、めっちゃ可愛いね、すごいね、すごい子多いよね、すごいよ、すごい時間かけてくれてね、うん、さあ、そしてですね、まあ、当たり前にね、みんなね、洋服につけてくれたりとかね、うん、いろんなところに、つけたりとかね、してくれてるので、本当に皆さん見てます、いっぱい使ってくれてありがとう、そしてね、カフェなどでもね、あのストローに刺したりとかしてね、いろんな使い道あるので、ぜひ今回のアクリルキーホルダーも使ってみてください、よろしく、ということで、次私が紹介する商品は、アクリルスタンドウェイ、ガイドの部分がね、ここ魔法陣になっていてですね、はい、ナイトのメンバーが召喚したようなデザインになっております。でね、このね、うん、なんとですね、皆さん見てください、このバオが言ってくれた魔法陣なんですけど、はい、これね、8房制になってるんですよね。なるほど、はいはいはい、これ何かと言いますと、武道館のね、ライブの、そう、会場の構成がね、8角形になってるんですよね。なるほど、
めちゃめちゃ熱いデザインにもなっております。魔導書からね、メンバーの名前が浮かび上がってるように見えるというこれすごいよね。ちょっとこれで見た方がちょっと分かりやすい。ちょっとすごい。うわすげえ、ね、タルト召喚されてるね。ソーマーソーマーシュオーシュオーシュオーいいからシュオーいいねー。ガチャで SS レア出てきたみんな絶対に手に入れてくれよな。よろしくよろしく。はい、ということで僕が次紹介するのはお座りラバーキーホルダーでーす。おーやばいよ。え、でも俺たち持ってねえじゃん。なんだよ、ね、サボんねん。口だけかよ。よお前ら、テルトだ。おーいるよ。いるー、そこにいたんだね。ソーマいるぞ。よお前ら、ソーマだ。キュンだ。バーデッチ。かわいい。かわいい。さあ、ということでですね、なんとですね、あの大人気お座りぬいぐるみが手のひらサイズのラバーホルダーになって登場しました。わかる、もうそっくりだよね。超かわいい、ほんとに。面影あるある。いいね、口の感じもね。ね、もう座ってる感じめっちゃかわいくない？わかる。ねえ、めちゃくちゃ再現されてんだよな。わかる。アクリルとは違ってね、ラバーだからすごい柔らかい素材だし、うん、なんかバッグとかポーチとかさ、いろんなところにつけても可愛いよね。確かに。いいよね。ぜひね、この僕たちのお座りの糸一緒にお出かけで連れてってね。よろしく。よろしく。ということで、次に紹介するのはナイフウェイ大カットクリアアーチは、イエイ。誰なの？それは何なの？それ誰なの？今回も大カット、こうやってね、はい、メンバーの髪型の形とかに合わせて、うん、おー設計されているし、ところどころね、クリアカラーで裏が透けるようになってるんですよ。うん、素敵。しかもね、さっき話してくれていた八芒星の魔法陣の、はい、うん、このね、ちょっといかつさ、重厚感っていうのかな、うん、とかもありながら、こだわり、まあ、実際ね、8月ですから、うん、ライブ、うん、多分クソ暑いと思う。確かに確かに、ね、本当に暑いと思うんだよ。炎天下だ ね、うん、ね、ちょっとそれをね、少しでも快適に過ごしてもらえるように、うん、これをね、お供に使ってくれると嬉しいですね。よろしく。よろしくね。よろしく。ごちとら背負ってる龍のイエジのイエジリーということで、こちら見てください、ビクチャータオルの登場でございます。さあ、皆さん前見てください。全然竜の入れ墨良さはありませんと。はい、俺たちの顔が竜の入れ墨みたいな感じ。背中向けるからね、言ってしまったんですけど、皆さん見てくださいよ、こちら最高。ピクチャータオル今回出ております。はい、これデザイン最高ですよね、皆さん。ねえ、武道館の大舞台にぴったりな2種類の魔法陣を背負った荘厳なデザインになっております。かっこよ。かっこいい ね、いや、高級感めっちゃあるよね。いや、あるよ。さっきみたいにね、背中にかけるとなんとですね、顔が正面に見えるデザインになっているので、ぜひクリアうちわとかね、一緒に会場での記念撮影に使ってみてください。よろしく。よろしくね。全部隠れるからね、俺でも。これすごいよね、これ。わかる。いや、お風呂にも使えるよ、これ終わった後にね。バスタオルってこと。バスタオルってことだ、これ。すごいよ、これ。確かにでかいよね、これ。ねえ、すごいすごい。いらっしゃいませ。おら、あー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 、何やってんのね、ほんと。最悪最悪最悪。ほんとに求愛。俺はやめなさい。あ、テルトじゃん。はい。あれ、お疲れお疲れ。めんどくさい。なにね、嫌なんだけど。なんだよ、寂しそうな顔して。お前のタオル玄関のマットにして踏みつけるぞ。最悪最悪。シールが腰めっちゃ当ててんの、マジで。ナイトあるあるなんですけどね、別の使い方もね、いろいろできますので、ぜひ皆さん手に取ってみてください。よろしく。今のはするなよ。するなよ。ということで、次に紹介するのは我々が着ている、お、何、オフショルジップフーディー T シャツでーす。いつの間に着てた。わかる。我々いろんな服を出してきましたが、はい、ナイトヨ初のフード付き T シャツになってまーす。イエーイ。フードになってたよ。見えるかな。初めてなんだよな、フード。やばくない？かわいい。これだったら見えるか。あ、いいじゃん、やろうやろうやろう。
なんかね、MV の最初彷彿とさせる。あれ許せないなんて安いことだれ終わらせて。これストレス。あら、あ、出てる。出てます肩についてる。ちょっと開けよ、もっと開けよお前。そういうものじゃないんだって。そういうものじゃない。てるちゃん裏でいつもやってることやめてよ。やってないよやめろということで、肩についてジッパー開けるとオキシェルダー T シャツとしても着こなせる 2way タイプということで、おー、オシャレということで、そして日本武道館を意識した八芒星のオリジナルデザインになっております。八芒星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 。なんとですね、しかもね、STPR で一番身長が高い相馬も切れちゃう。アキネーターです。ビッグシルエットタイプなので。相馬ネーターでございます。ワンピース風にも切れちゃうよってことだね。それでも着ちゃいます。3メートルまで対応してるってすごいね。3メートルまで対応してます。3メートルね。3メートルすごいね。はい、羨ましい限りです。ちっちゃい子困るだろ、それ。確かにね。でもちゃんとね、着れるからね。俺でも全然余裕で着れるからね。わかる。でかいの可愛いよね。可愛いね。オーバーサイズいいよね。はい、なのでみんなもぜひ手に入れてくれよな。よろしく。よろしく。じゃん。お。なんとですね。はい。A4 クリアファイルでございまーす。え、なになになに、すごいんだけど。ちょっとどうしたんどうしたん。今回さらにレベルアップしてさ、石私服と私服を等身イラストに2種類ご用意しております。かっこよすぎる。やばい。わかる。ちょっと迷っちゃう。ちょっと大丈夫これ。おい、いいな。いや、ちょっとまずこっちから紹介するんだけどさ、はい、はいはい、こちら裏までかっこいいよ、めちゃくちゃ。うわー、ラグジュアリー、かっこいい。ラグジュアリーめっちゃいいですね。これね、ぜひライブ参戦の記念アイテムとかお土産としてもぴったりだからね、ぜひゲットしてほしいよね。確かに、いいよね。この時しか手に入らない。そうだよ。思い出感強いな。強い。いいな。最終決戦仕様でございます。素晴らしい。どうも、これ最終決戦です。どうも。さあ、そしてですね、私服の方は、うん、他のグッズが、まあ、バストアップしか見れないじゃん、うん、まあ、確かに。じゃん、全身見れます。これちょっと可愛いな。全身チョコレだけだよね。そしてなんとですね、こちらですね、はいはい、白え、透けてます。透けてる。透けてる。ちょっと指入れてみてよ。透けてるところ。うわ、えらお前、透け透けじゃん。透けるじゃん。透け透けやん。透け透けだな。透けてる。だから透けてるのかな。これしかもこれさ、中に何が入ってるか見えるのすごいいいよね。いいね。中に入れるものでね、ちょっとまた別の色足したりとか。ねえ。できるわけだから。裏にもね、ナイトエもちろん。すごい、マジですごい。おしゃれ、これ。これ。裏からもシルエット楽しめるのやばくない？いや、確かに。すごい。絶対手に入れてほしい。これ迷っちゃうよ、どっち買ったら。わかる。そうだね。どっち買えばいいてると俺、両方買っちゃう。天才。両方買っちゃう。もう両方買っちゃう。やっぱね、クリアファイルはね、買うべき。ね、うん、とんでもないものが来ました。なんだ。何ですか。ハート型ぬいぐるみショルダーです。イエーイ。これやばいやばいやばい。これね、すごいね。まずあのエンボス加工つって、うん、こうやってね、あのデコボコで、うん、ロゴとかね、うん、いろんなデザインを表現してるんだけど、うんうんうん、これがまずちょっと高級感あふれる。やばいな、本当に。いや、これ高級。ちゃんとね、 K と A、ナイトエア。うん、こういうぬいぐるみってことだよ。シルバーシルバーどうと、あ、中に入れれるだけ。じゃあ、テルト見してやってよ、その裏側をよ、ね、オープン、シュイーン。うわー、もう片方はクリアしようとなっております。イエーイ、来た。これすごいよ。どういうことかわかるかい、バウ。これはどういうことなんだよ、相馬。これはどういうことなんだ、テルト。つまりですね、つまりぬいぐるみを入れたいと思います。おぉ、なるほど。いやいや、入んないんじゃないんだよ。無理だろ、容量とかさ。そう、入れてみろよ、テルト。入るのかな、これ。え、え、入るじゃん。おぉ、余裕やん。入っちゃったよ。あら、落ち込められちゃった。でもさすがにまだ入んないっしょ。もうさすがにね。もう入んないっしょ。さすがにね。うん、入んの、それから。いや、入んないね、さすがに。まずジップをさ、え、こんなに開けるの。うわ、ね、え、それはちょっと話変わってくるよ。でしょ。お、マジマジマジ。ここにコバウを入れますと。え、コバウ？懐かしい。これコバウね。え、うん、うわぁ、ぴったりじゃん。嘘でしょ、嘘でしょ。じゃじゃーん。ね、かわいい。かわいい。え、ちょっと
めちゃくちゃ映えるじゃんこれ。これでずっと一緒だね。やだやだやだ。サイコパス。いやちっちゃいバウが言ってるからなんか。確かに。やんだ精霊みたいな。ってんじゃないの。ピー様ちょっと大きいシューチ入れますか。あら。それ入んの。どうだろうね。大きいのいけるのこれ。マジでおしゃれ。もし入るんだったら相当いい。ちょ、俺先入れてよ、まあ、とりあえずね。まずシューチね、はい。あー、良い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 。やめてよ、ソマ。入らないってそんなの。ソマだ。そんな。ビッグな男に俺はな。すごい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 。かわいい。すごい。え、ぴったり入ったくない？すごい。かわいいんだけど。ぬいぐるみだったりね、好きなカップリングで楽しんでもらえるんじゃないのこれ。それこそね、普通に普段使いもたくさんできるわけだから、ね、こうやって普段使いできるしね、お仕事時はこうやってね。いや、素晴らしい。いいじゃん。いや、そしてさ、もう一個ね、何、とポイントあるんですよね。ちょっと見てください、皆さん、テルトのね、今ね、触ってる部分なんですけど、はい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 、これね、鍵仕様になってるんですよね。鍵仕様すごい。ということで、ハート型ぬいぐるみショルダー、ぜひ手に取ってくれよな。よろしくお願いします。ということで、続いてのアイテムなんですけども、はい、これ見てください、皆さん。やったよ、これ進行ミスだよ。俺また同じことやる。俺はいいけどね。ちょっとバッグもあるんですけど、まね、またサイドサイド実はあるんですよ、この中に。なんとですね、このバッグに入っているぬいですね、うん、はい、こちらなんとですね、ぬいめちゃめちゃ大人気だったんですけど、なんと好評につき再販決定いたしました。ライブ会場はもちろんですね、なんとですね、まあ、皆さん旅行やお祭りなどいろんな場所に連れて行って、ぜひ一緒に夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。よろしく、はい、ただいま。おかえり。おかえり。ということで、私が紹介するのはこちら、はい、なんですかこれ。これなんだ、これ見たことない。これは伝説の、伝説だね。あれ伝説のエンブレムペンライト再販しまーす。マジで。やっぱね、ライブといえばね、必需品じゃないですか、ペンライトは。確かに。いやね、めちゃくちゃツアーを回ってさ、改めてペンライトの光とか、光ってめっちゃ綺麗じゃん、ね、めっちゃ見えたよね。いや、見えてたね。これ派手だったからね。改めて武道館でもいっぱい振ってくれよ。よろしく、ね、よろしくね。そして今回は日本武道館公演ということで、うん、特別感満載、立体型のね、オリジナルペンライトを再販いたしました。いいっすか、バウ先生。いや、マジでこんなんさ、武道館で振られちゃったらもう涙出ちゃう。嬉しいよ。こちらのストラップもね、めちゃくちゃこだわっておりますよ、これ。いいよね、つけてね、はい、してみてね、たくさん。よろしく。よろしく。ということでね、今回も最高のグッズが目白押しでしたね、皆さん。もうね、本当にね、一つずつみんなね、もう最高にね、こだわり抜いた、アイテムなので、ぜひぜひ買ってください。よろしくお願いします。よろしくね。はいよ。はい。さあ、そしてですね、気になる購入方法なんですけれども、はい、STTR オンラインストアでの事前通販と日本武道館での会場物販も実施予定でございます。イエーイ。はい。事前通販の受付期間は6月29日の18時から7月15日の月曜日23時59分までとなっております。はい。事前通販では武道館ライブ当日までに商品を皆さんにお届けいたしますので、待ってろよ。よろしく。よろしく。ライブに来る子も並ばずに買えるし、うん、ライブには来れないね、リスナーとか誰よりも早くグッズが欲しいっていうリスナーはね、ぜひ要チェックでございますので、絶対ね、みんなチェックしてください。よろしく。よろしく。チェックよろしく。さあ、そしてね、楽屋招待缶バッジはですね、はい、会場物販限定でございます、ね、はい。事前通販は対象外なので、皆さん要注意してくださいね。よろしくお願いします。よろしく。会場物販に関する詳細情報はですね、後日発表するので、みんな楽しみにしとけよ。よろしく。よろしく。いやー、やっぱね、うん、楽屋招待はめっちゃ熱いよね。
俺たちもリスナーに会えるのを楽しみにしてるから、お前らぜひ当ててくれよな。よろしく、よろしく、よろしく、待ってるよ。来いよ、来いよ。いやでもさ、やっぱりさ、うん、せっかくリスナーさんに会えるわけだし、はいはいはい、ちゃんとシミュレーションしといた方がいいんじゃない？お？え？どういうこと？うん、シミュレーション？まあ題して姫の心は俺のもの、ファンサキング決定戦。なんか始まった。始まったなんか始まった。え？おい、なになに？どういうこと？何それ？ルールはね、めちゃくちゃシンプルでございます。お、一人ずつリスナーさんに向けてファンサをしてもらいます。なんと、はいはいはい。そして全員分が終わった後に誰のファンサが良かったか、うん、自分以外のメンバーを指さして投票します。よー、なるほどね。スポーツマンシップに素晴らしい。さあ、そして見事ファンサキングに輝いた人は王様気分で特別ショットを取れちゃいます。特別、特別ショット、特別ショットね。ここまでもリスナーのこと思ってんの？罰ゲームじゃないよね。逆にね、得点だよこれ。得点いいやつ、うん、いいやつ。なるほどね、はい、ナイトといえばね。じゃあ勝つわ。いいじゃん、負ける気しねえわ。いけるわ。負けるわけね。じゃあ早速やっちゃうよー。やっちゃうよ。え、お前何当てたの？え、すごくない？ちょっと、偉いじゃん。よし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 。俺いっぱい触っちゃうからね。ファンサだからね。どっから触っちゃおうかな。どこがいいかな、これ。てか、マジでいいの？何、楽しみにしてた？ね。俺のこと好きなの？どんぐらい好き？わかんないよ。ちょっと言ってくんなくちゃ。わかんないって。俺もお前のこと好きだよ。あれ、もしかして会いに来てくれたの？当たったの？おめでとう、嬉しい。よし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 、会いに来てくれてありがとうね。大好きだよ。よし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 。ちょ、緊張するね。なんか僕まで緊張するんだけど。グッズも可愛いでしょね。ありがとう、大好きだよ。また会おうね。おお、来てくれたんだ、ありがとう。かわいく、え、化粧とか変えた？メイクとか。マジで？いやいや、覚えてるよ、めっちゃかわいくなったね、ありがとうね。うん。嬉しいな。あのさ、ちょっと前ね、いろいろイベントとか来てくれてるじゃん。でも今日ね、今日初めてちょっと言おうと思うんだけど、俺さ、ちょっとずっと言えなかったことがあって、いつも本当にありがとう。お前と一緒にこれからも人生歩んでいきたいから、俺についてきてな。大好きだよ、ありがとな。え、お前らこれ、あの楽屋でやるやつだからね、マジで。え、それ以上のなんか絶対やんないやつとかすんなよ。え、やってないよね。やってない、やってない。オッケー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 。じゃあちょっとやります。え、なになに？あ、ありがとう、来てくれて。すげえね、マジで当たったんだ、嬉しい。俺も何好きって言ってほしい。ないよ、頑張ったね今回ね。よしよしよし、あ、俺も大好きだよ。何、ハグしてほしい。あ、いいよ先生、マジありがとうね、ありがとう。本当にね、来てくれて嬉しい。え、このくらい全然する。 LINE? LINE? あ、いいよ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。あ、これ、これでいい、これでいい。おい、おい、あら、これね、もう内緒ね。マジありがとうな、今日は会えてよかったよ。何さらしてんじゃん。え、大丈夫？大好きだよ。さあ、みんなどうだったかな。いやー、よかったよね。めちゃくちゃよかったよ、みんな。よかったね。むずいね、ここから選ぶのな。いや、どうしようかな。せーので、じゃあ自分以外誘う。OK。あ、いいね。OK、OK、OK、OK。いくよー。OK! せーの、ふっ、おっと、え、きたバーくん。さあ、そんなバーくんには、はい、この後、はいはいはい、スペシャルの場所で写
真撮影で王様気分味わってもらいます。わあ、ちなみに罰ゲームではないよねこれね。ご褒美です、ご褒美、ご褒美だね。スワローズ代から2人俺を選んだわけじゃないよ。どんだけ疑心暗鬼だったんだよ。さあということでね、いろいろありましたけれども、はい、皆さんね本当にねアイテムも絶対ね手に入れてほしいですし、はい、まあね、バウも優勝したんでね本当にハッピーということでね、おめでとうということでね、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくね。マジでしてね、俺の分まで。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。ということで、以上、せーの、ナイトでした。バイバーイ。ありがとう、ありがとう。ゲームじゃないよね。これさ、何だろう。